松阪市議会の臨時会が8月9日10日の2日間の会期で開かれました。9日には正副議長選挙が行われ、議長に山本義弘議員、副議長には山本隆議員が選ばれました。松阪市議会の正副議長は立候補制による選挙で選ばれています。今回議長選挙には久松道夫議員と山本義弘議員が立候補しました。所信表明で2人は議長を担うにあたっての考えなどを述べました。市民の代表としてその2つと信頼に応え、体力的な視点から意思決定し、このあと議員による投票が行われ、山本議員21票、久松議員7票で山本義弘議員が議長に選出されました。また副議長選挙には海獣常幸議員と山本隆議員が立候補し、投票の結果有効票25票のうち山本議員21票、海獣議員4票で山本隆議員が副議長に選出されました。臨時会ではこのほか4つの常任委員会の委員選任、組合議会の議員選挙、議会選出監査委員の選任などが行われました。